皆さんこんにちは、みそねぎです。下関門司方面に走っております。こっちの方はなかなか来ないんですけど、今日はねちょっと思い立って、ね、メカリ公園というところにね向かってます。九州の方から本州へ渡るときに、まあ高速乗ってると関門海峡渡る前にメカリパーキングというのがねありまして、結構そこでね休憩すること僕も多いんですけど、今日はねそこではないんですけど、まあメカリ公園というところが展望所がありますので、そこにね向かってます。今日はハンターカーブで、迷ったんですね。今日こんな感じでね、すごい交通量の多いところを向かっていくので、ちょっとハンターカーブだとねあんまり良くないなと。まあ流れには乗ってるんですけどね、やっぱりちょっとこう緊張するというか、なるべく車のこのなんだろう流れがあるところは反対よりも 25R の方がいいなとは思ってはいたんですが、今日はなんかねどうしてもねハンターカーブ乗りたかったんですよ、気分的にね。この間はね 25R でいろいろうろちょろしましたんでね。そんな感じで今日はハンターカーブです。来ましたね、バイクシーズンが。まだ今日はねちょっと寒いんですよ。今10度ぐらいかな。僕がね家出るときは7度ぐらいで、寒さ対策として、ね、冬ジャケット、ね、カーパンと履いておりますけども、まあちょうどいいぐらいですね。やっぱこれぐらいの気候が一番気持ちいいかな。もうちょっと暖かくなるとね最高なんですけど、僕はねこれぐらいが結構好きです。10度ぐらいがね。あ、文字に入ります。文字区ですね。うん、文字に入りました。でちなみに僕ねメカリ公園って行ったことないんですよね。車でもバイクでも。メカリパーキングはあるんですけど、メカリ公園というのは実は行ったことなくて、多分あ行ったかな、ちょっともしかしたら小さい時に車でね、あの身内に連れてこられたことはあったかもしれないです、幼少期にね。だけどちょっと覚えてないんで、まあ行けば思い出すんでね。門司とか下関っていうとね、僕も仕事で来てたぐらいなんですよね。あとはもう角島とかね、あっちの方に行くときに通過するぐらいだったんですけども。あ、メカリ公園って書いてますね。手前が風し山っていうんですか、風し山。なんだこの後ろのやつは、めっちゃ圧かけてくんだけど。おー、気にしないよ俺は。はい、うわーいい天気だ。雲一つないですよ。あ、あるわ。ちょっと向こうの方にありましたね雲が。うん、あっこにもあるわ。まあ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 、ね、天気がいいことには変わりない。この辺すごいよね。お、抜いてった。この辺もいいよね。なんか本当に南国感あるよね。これのせいかもしれんけど。はい、門司港駅ですね。この辺って本当にめったに来ないから、ちょっとあの新鮮ですね。仕事でよくね通り抜けてはいたんですけど、まあ撮るの大体渋滞する夕方とかだったんで、今がね2時ですね。昼の2時なので、まあ、昼下がり。ちょっと帰りがね渋滞引っかかるかなっていう感じはしなくもないんですけど。お、レトロ門司港ラーメン、うまー。あ、醤油か。醤油はね。皆さんラーメン何が好きですか、急に唐突ですけど。まあ地域によって違うんですよ。九州の方だとやっぱり豚骨派が多くて、関東に行くと醤油ラーメンが多いと。あと塩とかね。で僕はね福岡県民ではありますけども、まあ名前の通りで味噌派なんですよね。ラーメンの中では味噌が一番好きです。豚骨も好きなんですよ。醤油ラーメンはね、カップヌードルってあるじゃないですか、あの昔からある、ああいう醤油ラーメン大好きなんですよ。あれはなんか定期的に食べたくなる。あとチキンラーメンとかね、あれも一応醤油かな、鶏ガラ醤油ですよね多分。ああいうの好きなんですけど、なんかねちょっと高めのカップラーメンの醤油とかあんまり好きじゃないんですよね。まあ好きじゃないというか、まあ嫌いではないですよ、嫌いではないんですけども、うん、なんかねあんまり食べようと思わない。だからあのお店とかの醤油ラーメンもなんか、うん、いまいち、うん、普通だなって。だから醤油ラーメン食べるんだったらあのカップヌードルがいいなってなっちゃいます。で塩ラーメンに至ってはこれ食べたことないんじゃないかな。1回2回はあると思うけど、自分の中に引っかからなかったというか残らなかったですね、塩ラーメンの味は。だからそういうことなんだと思います。多分塩焼きそばとかはね結構好きで食べるんですけど、塩ラーメンはねあんまり、うん、なんか僕からすると結構特殊な位置づけのラーメンなんで、うん、なんかねあんまり食べようと思わんですね。やっぱ味噌ですよ、僕は味噌派ですよ。味噌とねネギがあればもうね生きていける。体にはいいですからね、味噌とネギはね。あ、もやしも欲しいな。うお、綺麗。あ、じゃあありがとうございます。忍者っすかね、忍者250かな今の。ちなみに今日はね
クリアシールドなんでね、多分八重をいただけないかなと思います。これねミラーシールドしてると結構八重いただけるんですよ。クリアだとやっぱおじさんの顔がね全開なんで、あおじさんだって多分なると思うんですよね。にしてもつまらん道だなここはよ。ずっとまっすぐでこんなタラ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 行かされて、まあ渋滞してないだけマシだけど。おう、ん？あれ関門大橋か。あ、もう工事終わったんだね。あれ関門大橋ですね。おお、見えてきて見えてきた。なんだろう、右にあるイメージだったんですけど左にあったな。門司港レトロが2キロ、関門海峡明治が付き、あーなるほど、これまっすぐ行くと門司港レトロですね。僕はいつもこのグアンと合流する先から帰ってくるんですよね。門司港レトロか、門司港レトロもちょっと行ってみましょうかね。いいか行く前か、めんどくせえやねえ。このさスマホのさこのタッチパネル対応とか言っても一向に反応しないのさ、何なのマジで。今日はね本当にあの天気がいいので高いとこから見たいなと思ったんですよ。だから展望台ですよね、展望台のどこかに行きたいなっていう気持ちがあったので。これはなんだ、どうなってんのこの道。あーこれに行けってか。はあ、これが門司港レトロね。はい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 。まあめったに来ないんでね、あんまり来たことないんですけど、ライダーの皆さんは結構来てるのかな、やっぱり門司港レトロとかになると。うわー懐かしいな、懐かしいですね。そこのさ、その信号曲がってすぐ右手にあるあのなんか建物あるじゃないですか、青い建て看板の。あそこにね、僕あの設計事務所にいた時にあそこに仕事でねちょいちょい行ってたんですよ。上司に連れられてね、お役所のね仕事の確かあれですよ。トラウマじゃないけどね、そういう思い出があります。さあこれ問題は、これちょっと車線の選択を間違えるとめんどくさいことになるんで、ウィンカー出てるよ、行くんなら行って。行かんのかい。え何その怖いんだけど、めかり公園まっすぐ。一番避けないといけないのは、関門トンネルに入ることですね。今のシビックって3ナンバーなんですね。もう86もそうですけど、考えらんないですね、僕の時代からするとね。これ3ナンバーってことでしょ。今3ナンバーとか関係ないのかな。え、何 cc あんのタイプ R って。じゃあシビックタイプ R。 わー大型でも車体はそんなに大きくなってるようには見えないから、やっぱ早いんだろうな。相変わらずブレンボか。メカリ公園はまっすぐになってますね。この辺からちょっともうナビではなく目検討の看板でナビって行った方がいい気がする。一応なんかもうずっとまっすぐ行ってるやば着くっぽいんで、よし、あと8分。おお、なんだなんだ、平和パゴダ、何やパゴダって、パゴダって何。あ、メカリ公園って書いてますね。これでメカリって読むのもすごいよね。コメントでおすすめの場所だったかな。で、それがトンネルを抜けた先なんですよね。勝ちの山だっけ、なんか確かね、その展望台なんですよ。で、すごい景色がいいですよって教えていただいてたんで、まあ地図で確認したら、あ、なんだメカリの向かいかって思って、あ、それだったらメカリに行くのもいいなということで、まあね、メカリに行ってます。山口に行くときはね、そっちにも行ってみたいなと思ってます。メカリ神社で、ノーフォーク広場っていうのがこれか。あー、フェリー着き場ではないのか、鳩場ね。なるほど。さあ平和パゴダも来てるけど、これ曲がってすぐを右、これを曲がれと。うわー、メカリ公園着きましたのかな着いたのかな。うわー結構登るなー。ちょ待って、めっちゃ回るやん。これぐるんぐるんに回る感じですけど、二足ですね今。一通だから前から車来ることないよね。三足登らな。でこれが右と合流。えどうなってんのこれ。えどうなってんの今の。うわこれ迷いそう帰り。うーわ結構きついよこれ。この勾配結構きついよ。あーこれ2ゴールじゃなくて正解だったな。ハンターで正解だったこれ。え歩行者遠路ってなってるけどいいのか言って。これちょっと2ゴールだとあれだ、米の山の二の舞になりそう。別に米の山で何かあったわけじゃないんだけど、あーこれはハンターでよかった。
こういうとこはあのハンターの方が力強く登っていってくれるんで、パワーあるんだけどね、ニゴハルも。車体の重さがね、やっぱり。で、これを左、こんなアウトから曲がることってあんまないから、全然曲がらない、全然曲がらない。うわ、すっごい。これを下っていくっていうのが怖いな、すでに。帰りに。あ、耳おかしくなった。で、これは左だね。この人は右に行ったけど、これはこっちだな。で、さらに登って、なんかおじさんがいる。これをもっと左。文字城跡。これ歩いて散策する感じ。下ってる。嘘でしょ。いい感じの景色が見れそうな場所が来ました。すごい、一方通行なんだ。おお、いいね。ちょっとこれは展望台から見えると思うんで。なんか帰る感じになってない、これ。すっげえ下じゃん、これ。ちょっと待って。この上は何があるんだ、じゃあ。展望台じゃないの、あれ。これあれか、展望台まで歩いて登れ的なやつか。ん、ちょっと待って、駐車場がない、もしかして。さっきのとこじゃないの、駐車場。まさか、まさか、まさか。ねえ、これほら、着きました的な感じになってるもん。あ、あれでいいのか。じゃあ、あそこに止めましょうか。あ、はいはい、壇ノ浦ね。壇ノ浦の壁画みたいなのがありますね。さあ、着きました。ここにしましょう、しましょうというか、ここしかない。すげえ止め方してんだよ、この人。なんでそんな止め方すんの。これ登り切ってセンタースタンドで止めようかね。はい、着きました。はい、ということで到着。あ、あれが展望台。うわ、高い。これはちょっと登りたくないです、私。あの、死にます。向こう側見たかったんだけどね。あ、でもなるほど、橋が見えるんだ。はいはいはい、関門大橋が見れる。なるほどね。すごい。皆さん、あの展望台から見るんですね。僕はここからで結構です。はい、ということでね、今日はメカリ公園。第2展望所って書いてたんで、多分第1がどっかにあるんでしょうけど。あ、あそこメカリパーキングだ。あれね。あそこ、あそこ。あそこでよく休憩してます。これね、でも関門海峡ね、近くで見ると結構、なんか汚く見えるんですよね。なんか昔真っ白だった気がするんですけど、なんかちょっと色が違う気が。しなくもないですね。ね、あとトイレがないね、ここ。トイレ行きたかったんだけどな。これ登るんかな。登ったら第一展望所でもあるのかな。ちょっとわかりませんけど、まあ今日は本当に雑談をしながらであれでしたけども、メカリ公園まで来ました。いい景色だ。非常に素晴らしい景色をね、拝ませていただきましたということで、さーて帰るか。帰ってハンタクラブを洗ってあげよう。だいぶ雨の中ね、走行しまくったんで。はい、ということでね、メカリからお送りいたしました。以上、みそぎでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。